こんばんは。こんばんは。ゆみりんが11時15分をお知らせします。まずはですね、日本レコード大賞の、新人賞を ST48 受賞することができました。すごい、結構暗闇のリリースの時期からレコード大賞新人賞っていうのはすごく言い続けてきたことなので、すごく嬉しいです。言ってはいたけど、実は48グループさんで新人賞を取られたグループがなくって、そうなんです。いい曲だもんって、ありがとうございます。すごいですよね、すごい嬉しかったです。おめでとうってありがとうございます。そうなんです。しかも新人賞っていうのは、確か新人賞をにエントリーされる候補は確か3年以内なんですよね、レコード大賞は。そうなんです。なので今年ね、受賞することができて本当に嬉しいです。そう、グループ史上初っていうのがね、ね、そうなんです。タワーですか。はるみんさん、レコード大賞新人賞おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。わしわしおじき、ありがとうございます。嬉しいな。ユミリンが頑張った結果だよ。いやー、これ本当に暗闇の CD を聞いてくださった皆さんとか、暗闇の CD を買って握手会に来てくださった皆さんとか、あとはこうね、レコード会社の方だったり STU の運営の方だったり、本当にいろんな方のおかげです。この賞はちゃんと評価されて素直に嬉しい。今までで一番買った CD です。ありがとうございます。っていうかあれなんだよね、さあ、なんだろう、それも嬉しいし、30日にこう暗闇を歌えるっていうのがすごい嬉しいです。なかなか、なんか、そう、全国放送の歌番組とかで ST48 まだまだ出たことがないので、これでね、暗闇って本当にいい曲なので、だし、もう STU もみんな可愛いし、もうまだ STU 見たことない人もきっとこれでレコード大賞でさ、見てくれるのかなって、ね。思うのですごい見つかっちゃうね。ね、ST48 見つかっちゃいますね。全くもう本当に嬉しいです。
はあ、本当に嬉しいから、もう本当に言葉が出ないです。そう、その先に2月にセカンドシングル発売だし、春には船ができる予定だし そう、すごいいいこと尽くしです。ナレーションの方が予定を強調してました。ね、レコード大賞、親戚の人にいっぱい声かけてくださいね、皆さん。いろんな友達に声かけてくださいね。俺の推しが出るんですって。俺の推しのグループが。出るんですって。あ、タワー、精進さん、ありがとうございます。1月6日、京セラドーム行きます。おお、1月6日って何があるんですか。ごめんなさい。1月の予定はまだ全然。握手会か。いや、私その時期さ、ラグーナあったからさ、そうだ、京セラドーム、大阪ね、大阪。ありがとうございます。お待ちしてます。6日にあるんだね、改めて思うと。そう、京セラドームって言われるとパッと出てこなかった。大阪って言われたらさ、あ、握手会ねってなったけど。そう。お待ちしてます。ありがとうございます。年明け。嬉しいな。そして AKB48 さんも、そう、ティーチャー受賞おめでとうございます。そして私もティーチャー選抜メンバーに選んでいただいてるので、私とナナさんはあれかな、あれだよね、出るのかな、ティーチャー。ナナさんは出るとして、私出るのかね。でもし出るんだったらさ、レコード大賞にさ2回出た人ってさ、歴史上いないんじゃない？ 60 回ね、60回さあってさ、60回あってさ、レコード大賞さ2回、新人賞とさ普通の大賞のダブルって言いたいのか。そう、ダブル、そう、ダブルで出た人いるのかな。なゆみが歴史に名を残す。ない、あ、確かに、なゆみは最高4回歌える可能性があって。確かに。でもあんまりこうさ、なんだろう、兼任とかっていないじゃないですか、他のアーティストさんって。なんかこういろんな歌グループを出ないじゃないですか。そうだからね、普通はないですよね。だからダブル受賞ですね。嬉しい。なゆみの時代来たな。なゆみ、すごい、歴史上のなゆみですね。日本でただ一人、いや二人なん、ただ二人、なゆみ。なゆみ時代の始まりやな。もうなゆみは本当に永遠ですね。あ、次の元号なゆみなんじゃない？ああ、確かに、確かに。
もうトレンド入りしちゃう？なあゆみ、ハッシュタグなあゆみが、うん。ななちゃんにゆみこって呼ばれたことあるんですよ。なゆみ生まれです。面白いね。なゆみ一年、なゆみ元年。あ、なゆみが流行語大賞、いいですね。流行語にしましょう。なゆみ、あ、今日メール11通来てたよね。ねえ。なんか急いでババババって送ったら11通も送っちゃってた。ごめんなさい。しかもそんなに長い文章送ってないからさ、ごめんなさい。ちょっとみなんかね、ちょっとごめんなさい、いっぱい送りすぎちゃった。なんかね、送ってさ届くのにちょっと時差あるじゃんか。で、送ってる間にさ、あれ私今何通送ったっけなーってなって、あの大体はさ、なんだろう、そんなにさ連続して送んないからさ、あのそう、こう来た分を見て、あ今6通来てる、あと1通だなとかなるけどさ、もう分かんない、もうまだメールが来てないから私何通送ったか分かんないってなるから、そう、ありがとうございます、何通でも待ってます、ありがとうございます。さあ、ヨゲバンタオル行ってきたよって、ありがとうございます。 AAT はナイスデザイン賞です。いいですよね。ひひひ、あ、あれホテル違うんです。じゃーん。ここにカポってやるやつがあるんだけど、ちょっとなんかもう限界が来てたんです、これ実は。結構前から取れちゃって、ここのやつがカポってやるやつが、だからちょっと今手で持ってます。そう、あと見て、じゃーん。じゃん。壁と同化して見つけなかった。違うの、私ね、だいたいこうやってショールームするからね、ここまで映んないんだよね。意識してこうやってやらないと。そう、実は私あのこういうティアラとか好きで。高いでしょ。え、これね300円ぐらいのやつかな。そう、あのもともとお姫様になりたかった人なので、で今日の髪型がまとめ髪なんですけど、そう、あなんかちょっとさあこのティアラ似合いそうだねと思って、それでしかもレコード大賞新人賞受賞でおめでたいじゃないですか。ちょっと今日付き合おうかな。あとこのバラはですね、数に限りがございますの、番組の方から、お花なん今日公園来てくださってた方は見たと思うんですけど、あのお花をいただいていましてね、新人賞おめでとうっての青いバラがあったので持って帰りました。にーにおーい。そう、すごいですよね。おめでとうございます。ありがとうございますね。あれ、そう、300円安いね。これはね、なんかね、多分ね、渋谷で買った。これはちゃんと東京で買いましたよ。ちゃんと若者の街、渋谷の竹下通りで買いました。だからちゃんとしたものです、きっと。この時確かねティアラ2個ぐらい買ったんだよな。
東京で買った竹下通りは原宿なの渋谷じゃないのわかんない。そうなの？竹下通りは原宿なの？原宿と渋谷ってさ違うの？違う。渋谷の原宿じゃないの？近いし OK。 え、だって私修学旅行の時あれだよ、渋谷駅に行ったよ、竹下通りから。渋谷駅ハチ公見たもんだって、歩いて行ったもん。どう20分で着くじゃん普通に。あ、隣の駅なんだ。もっと近い駅があったの？そしたら、何の修学旅行？高校の修学旅行かな。109あるとか、私109で靴下買ったことあるんだよ。おしゃれー。もう STU のおしゃれ番長だ。もうで、あ、クレープは食べました。クレープ食べたくなりますよね。去年紅白歌合戦に出させていただいた時もゆりと2人で行った。ちょっと空き時間あったから2時間ぐらいに渋谷の原宿の竹下通りに行きました。え、でもその時も渋谷で降りたよ。渋谷のハチ公見たし竹下通りに行ったよ。クレープ食べて帰った。帰ったっていうか、なんだろう、なんかお仕事とお仕事の間だったからクレープ食べてからお仕事行った。その間に NHK さんがあるのね。そうなんだ。そこやったら見えない。せっかく使ったやつが。でもこれどうやってつけるんだろうな。これで合ってるのかな。かわいいよね。いつか握手会でもつけるね。これが似合う服装の時。くちゃんも青いスバラ3本持ってる。私も3本持ってる。そう、プリンセスユミコいいですね。家で東京詳しい人誰かいる？え、誰もいないんじゃないですか。スタッフさんぐらいじゃない？多分メンバーは誰もわかんないと思う。でもメンバーの中では多分私が一番東京に行ってるはずなんだけどね。回数と日的には私が一番行ってるんですけど、ね、あ、奈々さん。いや、奈々さんはそれはもう当たり前だのクラッカーですよ。そんな、だって奈々さんね、そりゃあだって奈々さんが広島来たようなもんですよね。奈々さんになんか本通りのなんかなんちゃらが美味しいよねとか言われたらびっくりするわぐらいの感覚だよね広島のさーみたいな、イオンのさー大事なティアラ見えてないよ。じゃん、気
きみりの部屋に奈々ちゃん来たことあります？ないです。てかメンバー来たことない、私の部屋。うん、はあ、いい匂い。公演すごく楽しかったよ、ありがとうございます。うん、好きだよってありがとうございます。トゲない、トゲ全部切ってあります、これご丁寧に、ありがとうございます。わざわざリビンチって狭い、狭いです、めっちゃ狭い。でもなんかすごい現実的な話をするとね、なんかそろそろ引っ越したいなって思ってて、それはですね、この部屋のが何年契約だっけな、確かに3年契約なのかな、そろそろ3年経つんだよね、そう契約更新の時期。リアルって、あ、東京には引っ越しませんよ、広島にいます。だから今いい物件を探し中です。皆さんマンション買うなら今のうちですよ、皆さん私にマンション買うなら今のうちですよ、私今お家探してるから、おーいおーいおーい、あのベランダが欲しい、部屋はい、あのいらない、 1LDK でよくって、ユニットバスじゃないやつがいい。そう、事故物件はやめてくださいね。はい、確かに買ったら部屋割れるよって、それな、え、それな本当にタワーマンションでも、もし本当に住むんだったらなんか普通にタワーマンションとかってさ、すごいさ広そう、なんか家が、私そんなに広い家はいらない、マンションじゃなくても別に、あ、でも一軒家、一人暮らしで一軒家とかさあれだね。そうだから、なんだ、広い家じゃなくって、あのあれ、ベランダとお風呂、湯船があったらいい。そう、そんなこと言うと滝のマンションおねだりって記事ができるよ皆さんすぐまとめたがるんですよね、まったく。赤田島に住むのいいですね、うんうん、なんでベランダがいいの、お布団を干せるじゃないですか、私の今の家あれなんです、ベランダがないんです、ベランダすらないんですよ、なんかそうお布団干せなくってね、なんかお布団、太陽の匂いのさね、欲しいですよね。窓ね、開かないの、あのベラ、あれが開かないの、網戸が開かないの、ここ、なんかなんちゃら多分落ちるの防止かな、そう網戸開かないの、だからお布団干せないの、そうそうなの、うん、ベランダはいいぞ、いいですよね、ベランダでゆったりまったりしたい、なんか外に夏とかさ涼みながらご飯食べたい、一人で一人で一人で、干しっぱなしで出かけるの心配が、それな、でもそんなこと言ったらもう一日中家にいる日なんてないからさ、ベランダもらったところでお布団干せないじゃんね、天日干しにするとふかふかになるよね、えふかふかになるよね、本当にいいよね、うんうん、そう
将来家欲しいですか？まあ本当に現実的な話をすると、まあ、将来家は欲しいですね。それのぐらい頑張ります。え、そうなの？マンションによっては布団干すの NG なの？なんで？なあちゃんの家に転がり込むんだ。いいですね。なあさんち。いいですね。山口の実家は広いんだよね。まあでも狭いか広いかで言うと、普通よりちょっと広いかもしれない。まあさ、昔の家ってさ、あれだよね。広いよね。そんな感じ。おばあちゃんちって広くない？そんな感じ。そう、庭でバーベキューやってたね。そう、庭もバーベキューしてた。縁側のある入り、あ、うち縁側あるよ。あ、縁側じゃないわ、あれ。縁側ではなかった。あれ、縁側かな。え、でも私ね、なんかドットコハム太郎のロコちゃんが、ロコちゃん、飼い主の女の子ね、が、あのさ、なんか、家の、窓っていうかなんかガラガラって開けて、そっから、足出して、スイカ食べてたの。それは縁側かな。それにすごい憧れて、で、なんか、そう、玄関じゃない、あ、それは縁側？あ、本当に？あ、じゃあうち縁側ある、ある。で、それがすごい憧れて、そう、リバーニーと誰じゃなくて、それはだってハムちゃんが食べてた、ロコちゃんが食べてたの。そう、やったーって思った。でもあんまりね、そこはね、行かない。山口の実家畑もあるって言ってた。ああ、まあそんなに広くないけどあるよ。いっぱい育ててる。なんかスイカとか、なんか、ああ、庭になんか埋めたって。あのね、ちっちゃい頃いとことね、金柑の種を植えた。ちっちゃい頃だからさ、種から本当にさ、埋めたらさ、生えてくると思ったけど、そこには結局、生えてこず。あ、ナスとかもあるよ。あとね、サクランボの木がある。あとは、カキの木もあるよ、うち。トマトもあるし、あ、ニンニクもある。私がニンニク好きだから育ててくれてる。あとは、パセリも育ててる。シソも育ててる。でもそんな、めっちゃ農家さんみたいに本格的な感じじゃなくって、なんかちょいちょいって感じ。ちょいちょい。要するに田舎って、まあ、そんな感じ。おばあちゃんちとかそんな感じじゃないですか。ちょっとさ、家の隣のに、ちょっと庭の畑とかにさ、なんか、あれな、キュウリとか植えてない？あ、庭にテントは張れるかな？自給自足。し落としはないかな。あとはおばあちゃんもなんか育ててるな。でもなんかね、何育ててるかわかんないんだよね。お花みたいなね、なんか育てててね、
なんかでも何植えてるのか分かんない。なんかこんな綺麗なお花じゃなくってなんかよく分かんないやつよく分かんないの、草なのかお花なのかよく分かんないやつ。私はそれにお花が咲いてるところは見たことないけど、お花だし、そうね、なあちゃんとの愛を育ててうまい。はい、わらだよ。動物は何出ますか。でもイノシシは出ないです、うちの周りは。キツネとかタヌキかな。タヌキだ、タヌキ。あとキジがいますね。キジ、キジがいます。タヌキがいる。猫かなと思ったら、あ、タヌキタヌキタヌキって感じ。イノシシはいない、クマもいないです。うん、ニングニングに苦手な人が多い。そうだからね、前なんか次の日が休みだったから、前日にの夜に山口帰った時になんかニンニクとの焼き鳥を食べて、弟と幸せーって言ってた明日何にもないからニンニクが食べれるよ、美味しい、ニンニクってこんなに美味しいんだね、幸せって言ってた。私ニンニク大好きだから、うん、ニンニクの焼き鳥、なんか焼き鳥のももに、ももニンニク、ももニンニク、ももニンニクみたいな感じで、あのなの、そう、そんなニンニク好きなの。そうだ、だから私がニンニク好きだから、家、実家でも育ててるし、香川のおばあちゃん家でもニンニク育ててくれてる、うん、うーん、今日はありがとう、ありがとうございます。うんうん、司会の前に食べても嫌ですよ、それは本当に、うん、ねえ、フィランチーノいいですね。ニンニク好きだから美肌なのかな、肌関係あるのかな。あ、新人賞おめでとうって、ありがとうございます。なあちゃんと会うときは特別なニンニク食べる。だからなあさんと会うときニンニク食べないって、なんか次の日何かあるときニンニク食べないって、うん、ね、ユミンがニンニク臭くても好きだよって、元気出ちゃう。いや、こっちはもう気になって気になって、もう嫌ですよ、そんな。もうなんか話題になっちゃうじゃないですか、滝の霊ニンニク臭いみたいな。もうなんか悪臭、悪臭レポみたいなさ、なんか例えば何々ちゃんのなんか手のつがない方が可愛かったとかさ、何々ちゃんになんて言われたとか残るじゃん。がなんか滝野との思い出、ニンニク、昨日ニンニク食べたなこいつみたいな感じ。くちゃんがエミリーにツイッターのやり方聞くって、え、私もね、でもね、一個わかんないのがあってね、あかりんがねやってたから、ちょっと私もね、私あかりんに聞くの今度、ツイッターのやり方インスタはやってないです。そう、うーん、握手会って嫌ですよ、ほんとに、ね、いや、ほんとにありがたい。そして日本レコード大賞新人賞、ほんとに嬉しい、ほんとに嬉しい、本当に嬉しい、嬉しい、嬉しい、本当に嬉しい。あ、そう、アイカブさんのイベントが今日から、本日から開催されています。あの7位以内に入るといろいろ私が嬉しいのであのお肉とかさ、もしいただけたら私ショールームで食べます。はい、
お肉とかすごい楽しみだな。お歳暮いいですね。もう贅沢に食べれますね。食費が浮くね。ねえ、もうね。そうですよね。1位になったなあちゃんとデート。デートしよっかな。でも、そうだな。1位目指そうよって。そう、でも1位。ね、でもなんかどれも嬉しいんだよね。私もしでも1位を取ったら、リカさんとね、行きたいんだよな。リカさん確か年パス持ってらっしゃるのかな。よく行ってるから、すごい詳しそう。なんか、すごい、なんだろう。すごいここで取ったらいいよとか、なんか、すごいいろんなことを知ってそう。リカさん。ね。なんかとか、パレードはここで見ると一番いいんだよとか、すごい。ね、詳しい人は楽しそう。詳しい人とさ、行くとさ、楽しいよね。そう。そう、でもお肉とかだったら、ちょっと食べます。ありがたく。楽しみってまだいただいたわけじゃないんだけど、はい、チンポイポイのえい。チンポイポイのえい。あなたは滝乃海子のツイッターをリツイートしたくなる、お気に入りしたくなる、ゆめりんが喜ぶなようなことを返信したくなる、えい、きー。あ、聞いてる、あ、もうしてるって。すでにしてるって。あ、手が滑った。フォローしてしまった。ふっ、かかったな、かかったな。へ、今舞浜にいます。楽しんで。どこに行くかわかんないけど。友達に紹介してしまくなっ、そうそうそう、友達に紹介してしまくった、あ、ちょっと言えなかった。フォローしてるのはショールームだけ。あなたはツイッターをフォローしたくなる、えい、魔法使いゆめりんって、あ、今年受験なので応援してください。頑張って、お勉強頑張ってね。あ、メールも読みたくなる。何人目かの魔法使いキャラ。失礼な、これはキャラじゃなくて、本当にこの青いバラからは、なんか赤外線が出て、赤外線、魔法じゃないんかい。なんか、いろいろ出て、画面越しに見ても、なんか、魔法にかかっちゃうやつです。これは本物です。あ、ティアラが見えます。そう、しかも、なんか、そう、特別仕様だから。そう、リモコンって ピッ、あ、電池見てから寝るわって。そうしてください。私もそうしよう。そう。星集めに来たのに面白いなって。ありがとう。あと5分ぐらいなんで、ぜひ見てってください。もうあと5分ぐらいなんで、あと4分だって。団長見まーす。ランキング。第13位。アリさん、山口県。レコ大新人賞目。ナイメと STU 時代到来。イェーイ、ありがとうございます。山口の妄想されますよ。見てください。第12位。リリーのりゅうきさん。STU48 新人賞おめでとう。ありがとうございます。嬉しい。第11位。ともきさん、くんさん。ゆみりん、女神推し、ありがとうございます。第10位、おいでます元気さん。地方課のゆみこ推し、STU 新人賞おめでとう。ありがとうございます。
第9位、なおさん、リコ対話しちゃい、これからも夢叶えていこう、夢力出そうぜ、出そうぜ、ありがとうございます。第8位、ナリバーさん、最近の STU ニュースは嬉しいことだらけ。本当に本当にそうなんですよね。もうなんか怖いぐらい嬉しい毎日がね、ありがとうございます。第7位、大地さん、新人賞おめでとう、年末に夢に見られるなんて嬉しいね、ありがとうございます、見てください、ありがとうございます。第6位、クマネパパさん、おめでとう、来年は STU ブレイクの年にしよう。本当にね、てか本当になんかなりそう、もうね、なりそうだな、楽しみ、ありがとうございます。第5位、トリザーさん、ありがとうございます。第4位がウルフさん、ユミリン、神押し、ありがとうございます。カムさん、ハモニだ。第3位、ヒットミさん、ありがとうございます。そして第2位が正人さん、1月6日京セラドーム行きます、大阪でお待ちしてます、ありがとうございます。どうもありがとうございました。そして第1位がハルミンさん、この調子で来年は STU 単独で紅白だね、ありがとうございます。そうですね、私のその暗闇リリース時にから言ってるのが、レコード大賞、新人賞、紅白歌合戦、STU48 出場ということなので、そう、いつか、でも本当にね、叶わない夢はない、諦めなきゃ、エンジンは動くんですよ。本当に、皆さんで夢力を出して、一緒に、たくさん一緒に夢を叶えていってほしいです。よろしくお願いします。そう。そう、身近から出しましょう。いい歌詞ってね、本当に。船のエンジンはきっと春動きまーす。今58分かな。うん、そうですね。あとミュージックステーションとかも出たいですね。あとこういうさ、年末のさ、歌番組とかも出たいよね。うんうん。タワーが、西さん、タワーありがとうございます。わしょわしょい、おじき、ありがとうございます。西さん、あと2分ですが見てってください、ありがとうございます。あと1分だって、ありがとうございます。最後にね、ありがとうございます。またタワーが、カナリンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。わしわしおいじぎ、ありがとうございます。嬉しい。あと何秒、あと30秒。皆さん本当にありがとうございました。最後まで、明日も頑張りゆめりん、おやすみなさい、バイバイ。